カズネーチャンネル始まるよ。こんにちは、カズネーです。最近ショート動画でお送りしておりますママの夕食準備の光景、大変好評いただきましてありがとうございます。チャンネル登録者数もねすごいことになっております。でそれに伴って皆さんへのお返事やグッドマークをつける作業が大変遅れております。返信に関しては回数を絞らせていただいております。その代わり本日皆様からのコメントにお答えする動画を作りました。その撮り方なんですが、はい、パパはい、こんな感じでね、実はカメラの裏側にパパいるんです。要するにショート動画で撮っている状況と同じですね。カメラの後ろにパパがいて、私とこう相対で話しながら動画を撮っております。で本日のやり方は、まず私とパパで皆さんからのコメント全部読ませていただきました。その中から独断と偏見でご質問を合わせていただいております。で今日はどんな内容のコメントがあったかというのをパパに振ってもらいます。それに私が答えるというスタイルでやらせていただきたいと思います。それでは始めます。話してる時上を向くのは癖ですか？はい、そうですね、癖ですね。今もそうなんですけど、人の顔を真正面で見ながら考え事できないんですよ。だから目線をずらしたことによって、ちょっと一旦なんか頭の中を真っさらにして自分の知識を引き出しを開けるっていう感じが私の中のイメージなんです。だから普通に目をそらすし、もともとカメラ目線好きじゃないんですよ。私本当の YouTuber じゃなくて単なる主婦なので、カメラ目線で生活すること多分ないと思いますよ。だからカメラ目線でしないっていうだけ。日常を切り取った動画なので、いわゆる本当の YouTuber さんみたいにカメラ目線でバーって喋るというのではないです。カメラ目線で喋ってるのはどちらかというと本編ですね。こういう今回みたいに長い動画で食費のこととか光熱費のこととかを話すときはカメラ目線でお話しするんですけど、ショートの場合は普段私が家事をやってる姿っていうんですよね。普段の生活の中を突然こうパパがカメラで撮ってるだけなので、わざわざこう見ないんですよ。視聴者さんから見たらカメラ目線で言ってほしいっていうのは分かるんですけど、私から見たらただの日常なので、いちいちカメラ目線してられないっていうことです。でも気にしなくていいですよとかさ、ね、大丈夫ですよとかさ、そういうさコメントくれる人もいるじゃん。そういう方の方が分かっててくださるので非常にありがたいです。ママが喋りながら斜め上見るのが好き。それはだから考え事してたりとか、うちのキッチンの構造上アイランドキッチンでも対面キッチンでもないのよ。目の前壁だから、そっちを見ながら料理してるから、いちいちカメラのために振り向いたりはしないってこと。その振り向いてる時間があったら料理に集中したいの。わざわざカメラがあるから見たりはしません。息子への声掛けがお願いベース、片付けの頼み方ステーキ、ゲームの止め方とかもでしょ。あれは自分の経験からっていうか、なんで片付けてもらいたいのに命令なのって。自分たちもそうだと思うんですよ。いきなり命令されたら誰だってムカッとするでしょ。それをしないためにああいう言い方をしてるんですよ。しつけの一環として言ってる人もいるんじゃない。そう、でもしつけって強く言うことがしつけじゃないと思うよ。そう、子供にどうやったら動いてもらうのかっていうことを考えて、うちで始めたのがそのやり方だって。例えばゲームの話ですけど、私も昔ゲーム結構やってたんですよ。いいとこまで来てご飯だよって言われるとすっごいへこんだのよね。ここでは止められないっていうところがあるのよ、ゲームって。それに当たった時にどうしても止められなくて物持ってやっちゃうと思うのよ。それでお母さんが怒ってなんかゲーム捨てられたとか、そういう話にあったよね。バキッと折ってゴミ箱にポイッと。でなんかね、あれ聞いたらかわいそうで、かわいそうで、そんなことはしたくないのよ。だからタイミングを見てる。今なら止めても大丈夫かとか、いいタイミングで止めてねって先に言っとけば子供のタイミングで止めてくれる。それが分かってるから、そうやってやってくれる子だっていうこともちゃんと教えたし、もう子供も分かってるから全然安心して、あとよろしくねって言える。どうすればそういうふうに優しく言えるんですかって思って、自分が子供の頃に嫌だったかどうかだと思う。それでない人はどうする。それがない人はそれでいいと思う。そう、それでいいんでしょ多分。でもそういうふうになりたくないんじゃない。それで嫌われるか嫌われないかは子供次第だよ。そんなさ、捨てちゃってさ、後になって子供に嫌われたらって、あんなことしたからでしょって言われて終わりじゃん。どういう接し方をすれば。子供の立ち位置を考えてないから、親の方が上だと思ってたら大間違いだと思う。立場に上も下もない、対等だってこと。そういうこと。人間であることに変わりはないから、家族である以上上も下もないでしょ。親は自分が育ててやってる。そうそう、やってるっていう感情がダメなの。従いなさいみたいな。それって必要あるって思って、育ててやってるって思うくらいだったら子供産んじゃダメなの。
んだよ。極論ですけどね、生まれてきてくれたんなら責任は持つけど命令する立場じゃない、それが親の立場だからこそ子供はそれをちゃんと理解させるように、今はこの時間だよねとか、そういうのをちゃんとはっきりさせなきゃいけないんだと思う。うちの子もどっちかっていうと切り替えができなくって、だいぶこれでも苦戦したんですよ。でもちゃんと前もって言ってるうちに自分で子供が分かるようになった。もう子供自身が、あ、この時間はご飯の時間だなとか、今ゲーム止めておかないと次進んじゃうと止められないなとか、そういうのは子供の方がよく知ってるから、特にゲームの場合ね。でそれで自分で動いてくれるようになる。だって途中でゲーム捨てられちゃったりさ、遊んでるもの片付けられちゃったら嫌でしょ。で片付けるのも私が片付けちゃうと子供次出せない、どこにしまったか分かんないのに出せるわけがないじゃん。だから片付けも出すのも子供に全部任せます。だから自分で片付けられなくてどこ行っちゃったなんとかって言ったら、自分が片付けないのが悪いっていうこと。だから別に命令する必要もない、ただし自分で後々苦労するかどうかを考えなさいねっていう感じの、どうしたらうまくいくかっていうのを子供に考えさせて、それはいきなり分かるわけないんで、親の方はちょっと広い心というか、ある程度こう余裕を持って何時頃何するよとか、自分だけじゃなくて子供にちゃんとスケジュールを伝えて、それで子供がどう動くかをいきなり命令するんじゃなくて、そろそろだよねとか、そういう風に言ってあげれば子供の方が気づくと。こんなにね無茶してもダメです。いきなりできる子はいません。うちの子の場合だけど、ほらうちとさ学校で態度が全然違うから、うちでさ怒ってさ、こうしなさいああしなさいって言ってると、うちではいい子だけど学校で悪い子になっちゃう。そう、現にあったんだよね、1年生の頃ね。それで切り替えたんだよね、ダメだなっていうこと。家庭訪問にはほらママが行くといい子だけど、ママがいない普通の授業の時は飛び出していっちゃったり、先生に迷惑かけたりね。家庭訪問じゃなくて授業参観。あ、授業参観。ママが来てるっていうのが分かるとすごいいい子だったんだよね。それが分かったんですよ、1年生の時。それでどうするかっていうのをパパとだいぶ話し合ったんだよね。それで決めたのが、いい子を演じさせないっていう方向性になったのね。ちゃんと規則正しくっていうのが、学校と家両方同じ顔でいてもらおうっていう。ただ多分ね、違うのが、いかに自分に目を向けてもらってるかどうかっていうのが子供の中でだいぶ違うみたいな。うちは子供一人っ子だから親二人の目線がある。ところが学校に行ったら先生一人で30人ぐらい見てるのかな今。だから30分の1しか見てもらえないわけだよ。多分その差が、あの、かまってもらいたくてこう引き寄せるって子供にあると思うのよ。それがちょっとオーバーに出過ぎたかなっていうのもあります。今もなくはないんでしょうけど、だいぶ落ち着いたっていうふうに先生に言われました。なんでね、今もどうなるかっていうのは先生と話し合って様子を見させてもらってます。うちの子ね、ずっといわゆるいい子じゃないんですよ。動画内では良さそうなところしか映してないんですけど、家ではね、そう、何にもないんですよ。学校内にやばかった。だいぶ落ち着いてきたのでね、良かったですけど、でもなかなかこれからどうなるかっていうのが今後の課題かなというふうに思ってます。じゃあ次の質問いきます。はい。うなじの髪の毛気になりました。これね、そうそう、前から私も気になってたんですけど、ここね、鏡見ながら剃れないんですよ。で、長い髪の毛だったら見えるからこう伸ばしてね、切れるから一人で切ってたんですけど、見えないところってやっぱり危ないと思って、電動のカミソリとはいえやっぱりね、結構引っかかるんですよ、髪の毛。産毛を剃る用のカミソリを使ってるんですよ、電動のなんですけど、あれがね、意外に引っかかって痛いんですよ。だからパパに切ってもらわないとできないと思って、なかなか都合がつかなくて、ちょっとね、ほったらかしになってました。大変失礼いたしました。美容院行って切れたことあります。あー、うなじだけ切るのに美容室行くっていう発想がない。うなじだけっていうか、美容室行ってちゃんと綺麗な髪の毛整えてくださいってことです。でも別に美容室行かなくても髪の毛切れるじゃん、だからいいと思った。いつも髪がツヤツヤでしてる。あのね、何もやってないですよ、本当に。シャンプーとコンディショナーだけですよ。以前何かの動画でも質問コーナーの時かな、シャンプー何使ってますって言って、ひまわりシャンプーっていうのを皆さんに紹介したんですよ。本当それだけ。もともとの髪の毛はもうツヤツヤってこと。あのね、皆さんが思ってるほどケアしてないんですよ。だからね、なんて言ったらいいか分かんない。お肌もツヤツヤで。それも困る。あのね、ほんと何もしてないんだよ。パパだって知ってるでしょ。全然化粧水とかないじゃん。ノーメイクでさ。ノーメイクでバッチリすっぴんで出てますけど、もともとあんまりこう化粧が好きじゃないんですよ。夏の動画とかで皆さんご存知かもしれないですけど、私首にタオルを巻いてよく出てるんですけど、めちゃくちゃ汗かき。だからどうせメイクなんかしたって汗で流れちゃうから意味ないんですよ。だからしない。じゃあ冬はメイクすればって言うんですけど、いちいちしないよね。したのは葬式の時。言うな。そう、冠婚葬祭の時は逆に言うとしないのがマナー違反かなと思ってうっすらしてるんですよ。でもそれだけ。落ちたら気にしないぐらいのレベルだし、ほんとね、化粧しないかなっていうか、多分
分ね、うちの母さんもあんまり化粧しないタイプなんです。するもんだと思ってない、毎日するもんだとは思ってなくて、そういう冠婚葬祭の時だけするってイメージがちょっと定着してるのかなとは思ってます。でね、化粧品に金かけるっていうねイメージもあんまなくて、おしゃれとかにももともと関心がないので、まあ、それで髪の毛のケアとか肌のケアも興味がないっていうふうに繋がってるのかなと思います。というわけで、ショート動画への質問第1弾をお伝えいたしました。こんな感じであと2、3、4ぐらいいくかな、だいぶ長くあるんですよ。どうぞ最後までお付き合いください。そして本日の動画に関するアドバイスや情報、さらにねご質問等ございましたら、ぜひコメントへよろしくお願いいたします。今日はここで終わりにしたいと思います。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。